ストの対決になります出口洋介、これが3ヶ月ぶりの実戦復帰となりました。第3節で初スタメンだったんですが右足首の骨折、このガンバ大阪戦を目指してリハビリに励んできました。ここはアビスパ福岡が押し込む時間帯が続いています。石毛、ただ素早いチェックは井出口です。フルス対決になった3ヶ月ぶりに実戦復帰した井出口、クロスを入れてジェバリだ、ジェバリかわした、シュートを打てるか、こぼれて福田倒れますがホイッスルはありません。次のボールですね、はい、中に入れてきたウェリントンが競る、この次のボール田中達也中に入れてくる、福岡翔太のクリア、ただ入口のミドルシュート、そのウェリントンは中央、今野が入れてくる、三浦のクリア、入口のシュート